民間企業に勤める人が去年1年間で得た給与の平均額が、前の年より3万3000円少ない433万1 0円となり、2年連続で減少したことが国税庁の調査で分かりました。新型コロナによる経済活動の低迷で、宿泊業や飲食業を中心に幅広い業種のボーナスが減ったため、全体を押し下げたとみられます。